ではどうぞ。よろしくお願いします。失礼します。今宵も一人の志願者が己の野望を胸に虎へと挑む。ではまずご経歴をどうぞ。伊藤優也、27歳、東京都から参りました。最終学歴は大学卒業、現在の職業は動画の編集をしつつアイドルとして活動しております。では今回の希望金額と出資形態を教えてください。希望金額は100万円、出資形態は融資でお願いします。あなたが思い描く未来の姿は。日本一のイケメン童貞を発掘するミスター童貞コンテストを開催したい。令和の虎、その思いを金に変えろ。ではオールアナスイン、新しい未来をつかみ取れ、キャッツ・ザ・ファンド。それでは簡単な経歴からお願いします。大学卒業後、僕はずっとお笑い芸人になりたかったんですけれども、東京に出てきまして、お笑いの養成所に通いました。でその後、芸人として活動しつつ YouTube を始めまして、当時25歳で童貞だったんですけど、ちょっと童貞にフォーカスした童貞 TV というチャンネルを立ち上げまして、で、1年間でだいたい2万人ぐらいの人に登録していただき、チャンネルの企画の一つとして童貞7人集めてアイドルをやろうということで、スペシャル童貞の略で SDT48 というグループを立ち上げまして、運営とメンバーの一人として今活動しているといった感じです。現在も童貞なんですか？僕今現在も童貞です。気持ち悪いですね非常に気持ち悪い。もう言われ慣れてるんで。ああ、そうか、はい、いいじゃない。感じ悪いな、いきなりはい、では今回のビジネスプランお願いします。先ほど申し上げましたように、ミスター童貞コンテストという大会をちょっと開催したいと思っておりまして、日本一可愛い女子高生とか決めるミスコンとかってあると思うんですけれども、その童貞版、童貞のみが参加できるというコンテストになっております。で、その予選をですね、 TikTok とか YouTube とか配信しまして、最終的にこうグランプリを決定する決勝戦をイベント開催してお客さんに来てもらいたいと思っております。対象年齢は？対象年齢は18歳から上は、上限なしで。なんかミスコンとかだったらね、はい、年代別とかで分かれたりしますけど、はい、大学生部門とか、はい、ね、そのシニアみたいな感じとか、はい、その絵の内でとりあえずワンラインで、ワンラインで一番なんかすごい年齢層高い人がいても面白いと思いますし。どういう定義で決まるんですか、その童貞チャンピオンは？ダンスとボーカルの審査をメインに考えておりまして、このグランプリになった方は先ほど申し上げました SDT48 というグループの一員としてこう活動していただくというのも込みで応募していただくので、アイドル要素のボーカルとかダンスとかそういうのをメインに審査を。なんかつまんないですね。株式会社ハッピー商店社長斉藤智春、マジック・ザ・ギャザリング、ポケモンカードゲーム専門店ハレルヤ創業、年商は60億円超え。伝説のプロカードゲーマー、YouTuber トモハッピーが語る理念は商売をとことん楽しむ。ホビー界のエヴァンジェリストは相手のライフを癒すのか、あるいは強烈な一撃を叩き込むのか。つまんないですね。なんか童貞力を競うような試練みたいなないですね、はい、童貞がオプションになっちゃってますね。それ踊りと歌でしたっけ、はい、でなんかそれ別に童貞っていう括りのただのアイドルグランプリになっちゃってません？そうですね、一番最初は応募してくる人ってやっぱどうしても垢抜けない人とか童貞っぽいな、ぽいような人が応募してくるとも思うんですけど、こうだんだんその過程の中で垢抜けていく様子とかも、審査の一つにはなってます。そういうのもあるんですね。そういうのもあります。このメンバーになりたい人っていっぱいいるんですか？はい、DM で、SNS で毎月10名ぐらいの方からはご連絡いただくので、その辺は問題ないかなと思ってます。それはなんでなんですか？なんかその童貞を卒業したの、この人たちは。してないけどチヤホヤされるのが羨ましいなみたいなっていうのもあると思います。おお、やっぱり、はい、童貞の憧れの童貞なんですね。そうですね、童貞界の頂点。うんけど判定が難しいですよね。自己申告ですよね。はい、それがそのアイドルに在籍しながら、はい、実はそういう経験があるのにっていう人がいるんじゃないんですか？怪しいメンバーいないですか？怪しいメンバーは、一部います。ですよね応募者もなんかそれでなんかあわよくばモテようとか目立てようとか
その判定が難しいので、そのあたりはどのような審査基準というか判定方法を、今現在のグループとしては、もし嘘をついていた場合は罰金100万円っていうふうになってまして、いかつ結構がっつり、はい、まあ、ペナルティを設けることによって、まあ、自己申告ではあるんですが、なるべくそういうのは減らそうというふうに考えております。通報システムが必要なんですかね。あ、そうですね。私この人とそういうことをしたことがありますみたいな、そういう全国から通報を求めないといけないんですかね。素人童貞は OK なんですね。はい、今のグループは OK になってますが、今後コンテストにおいてはなしで。あ、そうなんですね。お店経験、素人意識するんだ。なるほど。じゃあプロだったらいいんだ。プロだったらいいんだ。現在はプロだったら OK で、何名かいます、そういうメンバーも。でそのメンバーの中で序列があるわけですね。あの真のそうなのか、はい、素人童貞組と本童貞組で分かれてます今。伊藤さんどっちですか。はい、あ、僕本の方で。やっぱりそのアイドルの中では本の方が偉いんですかね。まあ美しいとは表現がなんかこのメンバーの中で卒業させてこうみたいな文化はないんですか。そうですね、まあ、積極的にその卒業していいし恋愛していいっていうのは言ってるのは言ってまして、うん、でも まだそういう人はいないっていう。ゆうやさんはどうなんですか。すごい可愛い女性が近寄ってきて、はい、今夜一緒にって言われたら、はい、します。します。するんですか。はい。そうじゃ抜けちゃうってことですか。そうですね。ほなこれどうするの。あ、これすいません説明不足。僕はちょっともう運営側に回ることになってまして。ああ、はい、プロデューサー側みたいな。そうですね。 SDT48 というグループからは脱退する。あ、そうですね。 あの裏方というか。今はまだあのグループの一員なんですか。もう厳密に言うともう今撮影時点ではもう抜けてはいるんですけど。あ、抜けてるんですか。はい。やけど今のやり取りは意外でしたね。株式会社イヤシープ代表林直弘、学習塾で全国制覇、年商100億円超えを実現。次に仕掛けるのは極楽睡眠ヘッドスパイヤシープ。フランチャイズチャンネルで様々な業態を支援、積んだ金額は驚愕の2億円超え。積む積む積む、軍資金とノウハウを授けるフランチャイズの王、今宵も聞けるかサービスですよ。いやけど今のやり取りは意外でしたね。だから伊藤さんはそういう機会があっても、はい、あの行きませんっていうことなのかと思ったら、そういう機会があったらぜひとは思われてるんですね。はい。けど逆にそういう機会がずっとなかったのはなんでなんでしょうね。それは本当にちょっと僕も母親とかにも相談したんです相談したんですか。はい、お母さんに。あ、しましたね。僕はてっきりそういうのに興味がないとか、そういうことをに興味があるのにずっとそういうのがなかったっていうのは、なんかこう行動力が足りなかったりだとか、まあ、例えばめちゃくちゃ理想が高いとか、原因は何だと思いますか。原因はやっぱチキンっていうところが。なるほど。あ、じゃあ過去にそうなるんじゃないかって流れは未遂みたいなのあったんですか。ありました。そこでビビってしまったエピソードを教えていただけると嬉しいです。はい、大学生の時ですね、僕はサッカーのサークルに入ってたんですけど、まあ飲み会がありまして、その飲み会終わりに女の子に肩バッとこう組まれまして、なんかその、まあ、寮だったんですけど男女分かれてて、その一緒に入っていって女子寮の方にこう入っていったんです、2人で。でこれもういよいよだなと思ったんですけど、その部屋に入った瞬間めちゃくちゃ怖くて走って逃げちゃいました。マジで。はい。バカだねえ、なんで怖かったの。いや、なんかその想像したら本当にできるんだろうかっていうのがあって、そこ怖くなっちゃいました。じゃあまたそういうチャンスがあっても逃げちゃう。ねえ、逃げ、次こそは、次こそは決めたいなとは思ってます。その時はメリットデメリットの差し引きでデメリットのが勝ったんですか。デメリットまでは考えてなかったんですけど、もうその怖いっていうの一点というか、ああ損得感情とかじゃなくても条件反射的だったんですね。はい、そういうことですね。よかった。損得感情だったらなんか経営も向いてないんじゃないかなと思ったんで。あ、本当ですか。ちなみに今のフォロワーの年齢って何歳の人が多いとか、男女比率とかってどんなもんなんですか。株式会社お客様皆様おかげさま代表島田貴文、通称しまやん。学歴なし人脈なし借金を抱えながらの開業で、今や国内外問わずラーメン界を圧倒。全国フランチャイズ店舗プロデュースなど、人の役に立つラーメン屋として快進撃。ラーメン屋経営 YouTuber しまやん、志願者の味をどう引き出す。
何歳の人が多いとか男女比率とかってどんなものですか？フォロワー SNS で言いますと男女比率は男女半々ぐらい で、 で20代前半ぐらいの方が見てくれてるっていう感じです、はい、何が面白くてみんな見てるんですか？やっぱり物珍しいと言いますか、自ら童貞をカミングアウトする人はあまりいないと思うのでその辺かなとは思ってます。童貞が踊ってるのを見て面白いんですか？シンプルにみたいですね。今日来てるんですよ、あみんな。あ、はい、そうです、見たい、はい、見たい、見ましょうか。ありがとうございます。見ましょうか大変ですけど、はい、な何やってくれるの？はい、ちょっとオリジナル楽曲を出してるんですけれども、はい、そちらをちょっと披露させていただきます、はい、じゃあちょっと呼んできてください。はい、はい、志願者が提案するのは日本一のイケメン童貞を発掘するミスター童貞コンテスト。その提案に興味を示す虎の面々、一体どうなる？新生イエローキャブフランチャイズ加盟店大募集、詳しくは概要欄から。 SDT48 ヘイガーのキスの仕方をヘイガー教えてください。ヘイガーだって僕たち SDT48 盛り上がってますか？令和のトラの皆さん、まさらな気持ちで来てね、君が一番になれるよ、モテる奴らはセイグバイ、ここに来るなら DT じゃなきゃ。真面目に生きてきただけなのに特別なこと何もしてない。恋愛ノウハウ国家クリッキーする、好きすらない、誰か僕を救ってよ。いくよ、無音に蹴る SU 童貞。 Hey girl キスの仕方を Hey girl 教えてください。 Hey girl だって僕たち SDT48。 Hey girl 君に触れたいよ。 Hey girl 今すぐにでも。 Hey girl だって僕たちちょっとせっかくだからちょっと残っていただいて、個別にこの人に何か聞きたいというのはありますか？じゃあこの中で真童貞を当てましょうか、皆さんで。みんな童貞です。え、知ってますけど、さっきちゃんと話があったんですよ。あの素人童貞と真童貞がいると。はい、まあこの辺はやっぱ桑さんが一番分かってますよね。さあ真童貞、多分なんか微妙に僕は風俗行きたくないんですこだわりを出してそうなのはピンクかな。そうです。あ、もう答え言っちゃった、正解なん。君は神童貞。そうか、神童貞。あ、神童貞、はい、あと2人いるんですよね。はい、2人います。あ、自分も入れて2人、僕入れて2人で、あと1名ですね。あと1人、あと、さあ、あと1人。じゃあ順番に聞いてみましょう。色で。あ、色で神童貞、あと1人。緑の子です。緑、はい、青もう一回。僕黄色かな。黄色、お、バラバラだよ。黒黄色僕緑どうなんだろうな。さあ正解は、手を挙げてください。おお、よし、何やこれ、何やこれ、何のゲームや。皆さんはあれですか、仕事をそれぞれに持ってるんですか？そうですね、はい、彼は芸人さんで、はいはい、やって SMA で生徒派漫才師の方。何 SM 何？ソニー、はい、ソニーミュージック。あ、ソニーミュージックで、はい、一番人気だよね、光くんね。わかります。おい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 、いいじゃない。なんか正社員で仕事してるって人いる？あ、僕ですね、普通の会社員として。会社員、はい、アイドルもやってます、はい、あとはバイトですか、みんな。僕芸人をやってます。あ、芸人やってるんだ。芸人、一応まあライブしながら一応映画のプロデューサーもやらせていただいて。すごいね。バイトというかもしながら役者、
役者、役者。そうですね、アルバイトしながら軽く舞台に出てるぐらいの。はあ、やっぱそういう道が好きで。内側なんですね。はあ、うん、なるほどね。他に何かご質問がなければ。このメンバーはグランプリに参加するんですか。そうですね、あの1から参加するという形で、はい、じゃあこのメンバーも一員なんですね、はい、はいはいはい、じゃあ一旦退場してもらいましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、伊藤さん、はい、あとついでにここに何かありますが、これは、あ、はい、こちらはですね、今出させていただいているグッズになりまして。広げていいですか。 ありがとうございます、はいはいはい、T シャツ、はい、こう売ってるんですか。はい、先ほどあの着ていたこのカラーの部分と、はい、これがあの一応箱押し型向けの、はい、グッズになっております。はい、はい、これが、既存のアクリルスタンド。おー、誰だそれ。全然わかんない。誰だよ。誰も誰でもないじゃないですか。誰ちょっと脚色して絵で。おーおー、脚色どころじゃねえな。これちなみにいくらなんですか。これが1個1000円で。1000円売ってます。ちなみにこれはこれが今1500円です。1500円、はい、これステッカー、ね、ステッカーです。はい、これはステッカーが、300円です、ね、300円、はい、で、これが缶バッジだよね。缶バッジが500円。500円、はい、これはこれが、新しいコンテストのステッカーなんですが、あ、ね、まあ、500円で売ってたのこれ。ちょっとまだ販売はしてないんです、検討して。でもやっぱり何かあのそういうのをイベントやると、はい、こういう物販が結構売れるんですか。そうですね、メインの物販はあの、はい、チェキなんですけど、やっぱチェキなんだ。すごそうですね。チェキいくら、1000円。チェキ1000円とか2000円で集めてます。わかりました、はい、こんなもんでいいですか、この説明は。とりあえず大丈夫です、はい、ありがとうございます。はい、歌とダンスを披露する志願者たち、その姿は虎たちの目にどう映る。次回、怒涛の後半戦、オールオアナッシングの結末を見逃すな。童貞でいる時点で童貞に居心地を感じてますからね。もうだから何かを努力したくない軍団なんじゃないかなっていうことですよね、多分ね。わかんないけど。